では、ピッチャーリンサーのメンテナンスキットについてご説明します。こちらが、リンサーのメンテナンスキットになります。一番最初、こちらのアクティベーションピストン、アクティベーションピストンとこの黒いラバーですね、こちらになります。これは、真鍮製になりますので、硬いステンレスのピッチャーリンサー本体とこのアクティベーションピストンは、ねじ込みでつながっているのですが、使用による、劣化によってこの真鍮製の方のピストンのこのねじ山がすり減ってきます。そうすると使用中にこれがこのようにネジ山が役を果たさないので外れることがあります。ですのでこれはメンテナンスキットの中に含まれております。そしてリンサーにはこのようにいくつかのガスケットリング、水漏れ防止のためのゴムがあります。これはすべて天然ゴムになっておりますので、経年劣化による、硬質化ですね、硬くなること、それから場合によっては破損等によって、取り替える必要があるので、これもメンテナンスキットに入っています。で、こちらのバネをなくす方も多いので全部入っていますが、これはセットになっていて、それぞれバラ売りはしておりません。でこの辺の、メンテナンスキットの交換時期なんですが、特に何年ごとととかいうことではなくてですね、ピッチャーリンサーの使用回数によって変わってきます。だいたい一つの目安として1日300回程度使うリンサーであれば1年に1度の交換をお勧めします。基本的には何かあってからの交換ということでもいいのですが、お店の営業上考えると、1日300回程度使うなと思ったら1年に1度これを取り替えることをお勧めします。